皆さんこんばんは、ゲラハルと申します。前回財前家と劇を見に行くことになった私はためらうも、財前くんの望む結末のため同行することに。開演までの時間、近くの牧場で遊ぶことにした私たち。ご飯までの待ち時間でゲームセンターに行くことになったのだが、向かう道中どちらからともなく手をつなぐ二人なのでした。クラスの第11回はこの続きからになります。それではどうぞ。どちらからともなく手を伸ばし合って、それはあまりにも自然で、互いが無意識に望んだからこそ、手をつないだ事実にその時私たちは気づかなかった。牧場にゲームセンターなんて普通はありえない組み合わせなのだろうが、ここはさすがアミューズメントパークとしても成り立っている場所なだけある。そこそこ種類が豊富だし、遊んでいる子供の姿もまあまあ多い。きっとあれだろう、牧場なんて退屈だと拗ねてしまう子供のために設けているというのもあるだろう。時間潰そっか、エヴァさん。何やらエヴァさんの様子がおかしい。膨張した顔は赤を通り越して少し紫みがかっており、目元を梅干し顔負けにしわ寄せて。どうしたんだろう、トイレでも我慢してるのかな。エヴァさん、あの先輩、手言われて見下ろした己の右手はがっつりと彼の左手と結びついていた。あ、完全に無意識かというか、体が勝手にやってしまった。というか、思い返せばエヴァさんの方からもこちらに手を伸ばしていたような気がする。まるでお互いの手に磁石がついていたように引き合ってカチリとはまって。彼に言われて初めて今更ちょっと気恥ずかしくなった。なんかごめんね。いや先輩こそすみません。互いに力を緩めれば結び目は簡単にほどけた。しかし一本の手の結び目から生まれた居心地の悪い空気はすぐに溶けるわけもなく、おまけに我々は互いに生粋のコミュ障。対人間における非常事態には参るばかりで、空気をより冷やすばかりで。何か遊ぼっか。青ピロちゃんのコラボの何かあるかもしれないし。そうしよう。この空気を何とか変えられるようなものはないだろうか。それこそ彼の大好きなもので、都会の夜景のごとし、遊興家たちのゲラつきに囲まれながら首を回し目を動かすと、まさしく私たちが求めていた、いな、エヴァさんが求めているであろう、それがちょうどあるではないか。おー、青ペロちゃん体験 DVD って何？待って、青ペロちゃん体験 DVD 気になるなー。でもよ。と、推しになりたいタイプのオタクと、そうじゃないオタクがいるわけですよ。ここは、安牌取ってぬいぐるみで行こう。エヴァさん、あれ見て、私が指で指し示したのは抱えるぐらい大きな青ペロさんのぬいぐるみ。正確には青ペロさんのぬいぐるみが入った大きな UFO キャッチャー。エヴァさんにとって美味しそうにガラス1枚奥で小ぶりなお尻を向けて丸い瞳でこちらを誘惑している。あのバードの青ペロちゃん、欲しかったやつだ。かわいい。バージョン?どこのゲームセンターにもなくて、こんなところにあったなんて。バージョンなんて言葉が出てくるあたり、愛の深さが見えるというか、
俗に言うガチ勢感がにじむというか、そういうところ嫌いじゃないよ、エヴァさん。嫌いじゃないよ。似た空気を感じるよ。推しを目に捉えたが瞬時、足取り軽やかな彼の後ろについて、お目当ての媒体の前へと立つ。小脇に抱えていた制服のワイシャツを T シャツの上からエヴァさんは着る。気持ちはわからないでもない。 UFO キャッチャーのブースに近づいた途端に明らかに冷房の風が強くなった。あ、寒いんだ。どれだけ例年より暖かろうが、所詮まだ3月後半。私も彼を真似るように持っていたストールを羽織った。鷹の爪を思わせるアーム、噛みやすそうな青ペラちゃんのボディ、これは案外すんなりいけるのではないか。そう思わせといて結局取れないのがこの手の機械のいやらしいところだ。ことの難易度だけではない。嘘か本当か、実は確率機だとか、アームを弱めてそもそもが取れないようにしているだとか、そういう話も聞く。まっとうにやっても取れるかどうかは運次第なのって、ひどい話だ。しかし絶対ここから出してあげるからね、青ペロちゃん。頑張って取ってくれ。この熱意取るや。ちょっと怖いけど。いいぞ、行け。行けば。引いてしまいそうなくらいの愛をまとう彼を見ていると、そんな面倒なもの全てが効かないんじゃないかと思える。きっと、エヴァさんならやれる。その気持ちだけでガラスをすり抜けて呼び寄せることだってできてしまうんじゃないかというぐらい、信頼感が半端じゃない。ワンプレイ200円だって。時間が僕を許す限りやるよ。かわいいよね。いつもの、と思った声と、き音はどこへやら。世のファンタジーゲームの主人公顔負けのセリフを吐いて、小さな折りたたみ財布を取り出す。銀の効果を媒体に加わせスティックを握り構える姿は、さながらロボットアニメのエースパイロットだ。ちなみにエヴァさん、ん？ UFO キャッチャーは普段やる方？あんまり。まあ彼ならやってくれるだろう。頑張れ。記念すべき第一種。アームを緩やかに滑らかに動かせ、青ペロさんの真上に移動させる。いつは悪くない。むしろこれだけブツが大きければガッツリ掴んで一発で解いてしまいそうな気もするが、問題はアームの強さと運。ボタンを押し爪を硬化させると、私とエヴァさんが同時に声を上げた。あ、円盤機から伸ばされた腕は鉄の棒ではない、細く弱々しい紐なのだ。交番の反応でくるくると回転し、狙った爪の位置がぶれる。青ペラちゃんの体を掴むまでもなく爪は弾かれ、コロリと転がった。これ一番やりにくいタイプじゃん。鋼の意志を宿したエヴァさんもさすがにこれは痛いだろう。推しへの思いに捉えた瞳が同様に揺れ、据えた瞳がスティックにかけた手が小さな拳を作った。脆弱な爪は、空気を掴んで再び元の位置へと戻っていく。こんな紐のアームザ難しすぎるよね。うん、でもまだまだ。いやー、取れる未来が見えないですけど。100円玉を再び食わせて第2種。爪の位置が硬化でずれ、頭に弾かれてしまうことを前提に入れ、やや下半身寄りに目標を定める。指先でスティックを小さく数度弾き、念入りな微調整をして意を決してボタンを押すと、また爪は緩く回転しつつもしっかりと青ペロちゃんの胴体を押さえた。掴んだ。がっつりと爪は胴体に食い込んでいる。
そのまま紐がスルスルと持ち上がれば、ついに青ペロちゃんの胴が宙に浮いた。やった。いやいやいや、ほらもうの、もうつかの間、頭の重さで付箋に傾いて、そのままつむじから青ペロちゃんは爪の間を抜けるようにして落ちてしまった。どさり、ガラス越しにも虚しい音が耳に聞こえる。無念、我が腕から逃げ落ちた推しを前にエヴァさんはうつむいて黙ってしまった。もはや希望が見えなくなったか。いやー、無理じゃない。わ、入れてら銀貨を飲み込む音は二度、まだ彼は折れていない。次は頭はいける、頭をつかめばいけるはず。いやー、不安だわ。財前エヴァ3度目の正直、再びスティックを握ってうつ伏せとなった青プラさんの頭上へとアームを突っ込んだ。指の先で何度かスティックを弾いて微調整をして、彼は戸惑う、はあ、エヴァさんどうしたの。これで掴めれば絶対取れるだろうなって思うんだけど。うん、だけど青ペロちゃんの頭を掴んじゃうなんて。これは重傷だ。これは重傷です。財政は重傷です。起きたか。でもそうでもしないと青ペロちゃんはずっとこのままだよ。ここは心を鬼にしないと、青ペロちゃんのためにも。僕にできるかな、そんな青ペロちゃんの頭を掴むなんて。話してる人にお互いに変なスイッチが入ってきた。ふざけているのか本気なのか。私もエヴァさんも徐々に洋画かぶれの口調になって、語気を強め、お互いを煽り始める。できる、できるよ。いや、しなきゃいけないよエヴァさん。しなきゃいけない。押して、エヴァさん、押すんだよ。エヴァさん、押せ。青ペロちゃん、ごめん。何をしてんの、マジで。エヴァさんのか細い、方向に、硬化した爪は見事に青ペロちゃんの後頭部をわしづかみ、そのまま上へと持ち上げる。胴体を掴んださっきとは感覚が全く違う。引き上げられてもちっとも揺れない。これはいける。頑張れ、頑張れアーム。青ペロちゃん、耐えて。推しを抱えた腕がゆっくりと元の位置へと戻り、そしてついに願いは叶う。鈍い音がして、取り出し口のプラスチック板が揺れる。早く迎えてくれと、早くその手で連れて行ってくれと、板一枚奥で推しが待っている。震える手で板扉を持ち上げ、腕を伸ばして引き寄せれば、かわいいかわいい、愛しのごっそんなんだっけ、ごっそんがんだっけが現れる。あ、かわいい、かわいい、お前が一番かわいいよ。で、乙女ゲームやるたんびに言ってる気がする、このセリフ。心なしか、所詮綿袋であるはずのその顔がご主人様を待っていたように見えた。青ペロちゃん、震える手でそっと胸に抱き寄せる。人形は何も喋らないが、はぁ、なんだっけ、はためだっけ、なんだっけに耳を澄ませれば、彼の声に答える青ペロちゃんの声が聞こえるようだ。よかったね、エヴァさん。めっちゃ怖い。怖いな。うん。青ペロちゃんを取ろうって決めて、最後まで頑張ったエヴァさんのたまものだよ。うん。
お酢を手にした実感がなかなか湧かない様子だった。硬い彼の顔が徐々に柔らかくなってくる。頬がどんどん緩み、口角が上がり、薄皮の頬が色づいていく。青ペロちゃん。青ペロちゃん。いやー、幸せでいてくれ。しばらく自らの力で手にした幸せを実感した少年の顔が花咲く。まず両親へのいい報告ができた。溢れて止まらぬ彼の満開の笑みにつられて私の顔にも笑みが咲く。たった人形一つぽっちの幸せ、たった遊戯3回分の喜び、それでも私たちには十分だった。ありきたりな勇気だっけ。前で嬉し笑いが止まらない。今はゆえそれだけで気持ちが良かった。まあやっぱ良かった、取れて幸せでいてほしい。エヴァ君にはおう。昼食を終え、しばらく馬や牛と戯れているうちに、何とうとうタウタウとうとうかな、疑惑で気づけば劇の開演1時間前。会場へ着くと先ほどまでのどかな牧場の景色とは打って変わって人で溢れ返り、心なしか少し息苦しい。早いところ来ておいてよかったわね。席取って置いてるにしても時間があるのとないのとじゃ余裕が違うから。そうだな、ギリギリに来てたら交通状況ももっと変わっていたかもしれない。ま、あと1時間くらいならパンフレット眺めたりして時間潰せばすぐさ。エヴァさんの力で手に入れた特等席にゆったりと腰掛け、入場時に配られた厚手のパンフレットを広げる。私とエヴァさんも隣同士席に座り、腰を背もたれに預けステージの方を見上げた。しかし本当にいい席だ。まさしく特等席だ。ステージとの距離は近く、それでいて無理に見上げる角度でなくて首が痛くならない。おまけに席は柔らかで広々としていて、長時間座っていても体が痛くならなそうだ。開演まで少し仮眠をとってもいいかもしれない。二人ともトイレとかはギリギリになっていくときっと混むだろうから、ある程度余裕を持っていきなさいね。はい。あ、トイレ。お母様が口にしたトイレという反応にエヴァさんがやたら過剰に反応する。人知れず長い間尿意を我慢していたのだろうか、わざとらしいぐらいにもともと細い太ももをこすり合わせて、私隣の私とお母様の顔を交互に見上げた。そうだよね、開演ギリギリになっていくと人がいっぱいになって遅れちゃうもんね。僕今のうちに行っておこうかな。行ってらっしゃい。あ、そういえば進藤先輩もさっきからトイレ行きたそうでしたよね。え、それは一体どういうことだ。私は別にそんな素振りを見せた覚えはないし、別にまだ焦るほど暴行はきつくない。なのになぜ、どうしてこっちに振った。別に私は先輩行きたそうですもんね。僕と一緒にトイレ行けませんか。ついでに外の空気も吸いましょうよ。やっぱり広くても会場ってちょっと空気こもってるし。わざとらしい敬語。母親を前にしての珍しい喫音。何かを懇願するまなざしに、ああなるほど、やっと彼の意図を理解した。トイレは口実だ。何か話か、あるいは何がしたいのかわからないが、私と一旦外に出たいのだろう。それならもう少しうまい言い方があったんじゃないかと思うが、こっちが理解できただけまあいいか。あ、うん、そうだね、今のうちに一緒にトイレ行こうか。
はい。二人で行くなら帰りも迷わず戻ってこれそうだな。気をつけて行ってきな。お父様に手を振られ、二人で観客の合間を縫って会場出口へ向かう。道の階段は緩いけれど、これほどまでにだだっ広いホールを歩き続ければ我々インドア族はすぐバテる。片や牢上経験者、片や文系少年、扉の外に出た頃には私もエヴァさんも息が上がっていた。